女子に続きまして男子の 400m 競走の決勝レースを迎えました。予選準決勝を勝ち抜きました精鋭8名によりまして決勝レースが争われます。出場選手内側から順に申し上げます。スタンドの皆さんもどうぞご協力をよろしくお願いいたします。第1レーンは杉岡俊君八千代。そうですそうです。第2レーンは安永優輝君幕張総合。第3レーン山崎念二君市立船橋。第4レーン松本志音君市立松戸。第5レーン庄司康介君成田。第6レーン川上壮太君西武大千葉。第7レーン吉川亮君千葉東。そして第8レーン浮貝正樹君成田。さあ高い記録を持っている選手たちが集まりました。男子 400m 競走どうなりますか。どうぞご注目を。さあどうなりますでしょうか。飛ばしております。先ほど前半ちょっと抑えて走った選手も後半上がってまいりました。さあ現段階ではやはり庄司君が出ています。庄司君実力通りか。さあこっからまだわからない。さあ庄司君がダントツ。さあこっから新たな展開が起こるか。さあ市立松戸松本君も出てきた。さあどうだ。ちょっと最後スピードが鈍った。46が出た。すごい。さあ今一度皆さん大きな拍手をどうぞ。久々の46秒台。さあどうだ。これはひょっとしたら大会新、大会新か。1996年47秒05、大会新記録の誕生です。出た。すごい出ちゃうんですね。本当に高校生はすごい。大会記録46秒88の好記録。いやーすごいですね。これ何番まで7秒台ですか。5番も7秒台です。6番も7秒台。すごい。全国トップですね。これは間違いなく、手元の今、ライブリザルトが出ておりますけども、6位が47秒8台です。さあこの後確定が出ればすぐ申し上げますが、このコンディションで出ますか。出るんですね。走れる人は走れとつぶやいてる人もいます。はい、いろんな見方があるんでしょうが素晴らしい。さあ確定いたしました。プログラムは22ページ、22ページを開きください。先ほど終了いたしました男子 400m 競走決勝の結果をお伝えいたします。1着第5レーン834番庄司君成田、時間46秒88。この記録は大会新記録でした。素晴らしい、好記録が続きます。2着第6レーン3340番川上君西武大千葉、時間47秒19。3着3レーン2181番山崎君市立船橋、時間47秒45。4着7レーン1681番吉川君千葉東、時間47秒60。
5着4レーン3110番松本くん一律松戸時間47秒62。6着8レーン832番浮貝くん成田時間47秒84。7着2レーン1764番安永くん幕張総合時間48秒42。8着1レーン1093番杉岡くん八千代時間49秒30でした。大会新記録好記録の続出した男子 400m 競走決勝でした。